やー、ついに始まったな、アニメ変好き。アニメ変好き、アニ…なあ、みずほ、まさかあの人があんな感じにああなっちゃうなんてね。始まったね。さすがはおっとり屋のみずはさん、尺に関係なくマイペースだね。なっちゃうなんてね。みずはさん、もしかしてわざとやってる？教えて、沖田先生。はい。この番組はアニメ可愛ければ変態でも好きになってくれますかのスピンオフ小ネタ集だ。ためになったりならなかったり、奇想天外引きこもごもな内容を清く正しく縦横無尽右往左往してお送りするぞ。それじゃまた見てね。教えて沖田先生。はい。ズバリシンデレラは誰なんでしょう、沖田先生。私が怪しいわね。シンデレラはこの私。沖田先生、シンデレラ。私、絶対に私が怪しい。シンデレラ起きました。え、起きましたとも。はいはい、ラブレターもパンツも私が起きましたっての。まさかそんな。何かご不満？え、魅力的な女教師と男子生徒との道ならぬ恋、一話切り不可避。いや、それ切られてますけど。あるよ。え、証拠あるよ。あるんですか？はい、これドーン。私はなぜ歩いてるんでしょうか。渡り廊下を物質棟に向かって。いいの？歩いてていいの？不自然？伏線じゃありませんかっての。これ、それはさっきやってた庭で。言ってた？言ってました。この子も怪しいね。言ってたな。教えて沖田先生。はい。都内某所にある私立桃沢高校、今回はアニメ変好きの舞台である学校の紹介をしていくぞ。昇降口、全学年の生徒が行き交うこの場所は物語のアクセントとしてこれからも登場しそうだな。沖田先生。おう、桐生、なんだ、遅刻か？先生の意地悪。言ってしまった。ここは2階の渡り廊下、新校舎のクラス棟と旧校舎の物質棟をつなぐこの場所もまた出会いの。沖田先生。先生今お仕事中だから邪魔しないでね。先生の行けず。ここは物質棟の階段だ。旧校舎だからちょっと薄暗い。何かが出てきそうだな。沖田先生。だろうな、知ってたけどな。先生、あー、これもうフラグ立ってんな。上がって右行くと書道部。